魚体魚体は側体装束に用いる装飾品。石体に吊るすもので古代中国で用いられたワップが装飾品化したものと言われる。唐の初期には魚の形に白を結んだと言われ、武功の時代には亀袋に変えられたこともあった。唐代には死に金魚体、ひに銀魚体という姿が交換の象徴とされ、異界相当で使用されたほか、地方官や 軍務などの住職に就いた時などに仮に許されることもあった。壮大においても同様であったが、元、明以降にこの制度はない。東大中期以降は中国でも装飾品になり、形状も五代頃の安静にレハヤシクツの壁画によると、日本のものにほぼ同様である。養老令の衣服令には、規定がなく、平安時代初期に東大の制度を摂取したものとみられるが、 いつ取り入れられたかを明記する資料はない。右腰に下げる。原型は定かではないが、現在のものは標識のような木製の芯の四方に、サメ側を貼り、表面に金属製の四つの魚と波形の飾りをつけ、裏側には魚を一つだけつける。臨場の革紐を取り付け、これを旅行カバンのタグのようにして、石体に引っ掛ける。 普通の体格なら右端の石から一国半くらいの位置になる。四位の三儀以上の区業は金魚袋といって飾りが金製のものを天井人とは銀魚体といって金製の飾りのものを使う。これの原型は中国の律令で定められた魚に似た形のワップと皮袋に由来すると言われるが日本では装飾品として扱われた。したがって 設置へ3列の苦行、5以上の官人や、鴨祭りの直視をはじめとする重木の方針に際してのみ、使用され、即対着用時でも通常は使用しなかった。近代では即位関連儀礼でも使用はなく、唯一鴨祭りの直視が使用するだけである。ありがとうございます。